はい、AI 構築対戦ゲームについて、マリオネットについて島津一言発表させていただきます。まあ、時間もないんで自己紹介はなしでいきます。で、今回ね、初参加なんでどういう目的でプレゼンするかっていうと、まあ、このゲームをみんなに知ってもらいたいということで参加しました。なんで今日はぜひ知って遊んで宣伝してください。で、まずどんなゲームを作ったかというとですね、まあ、分かりやすくとチェスとか将棋とかのように駒を動かして相手を倒すゲームを作りました。で、勝利条件はまあ簡単で、まあ、敵でキングを倒すことか、まあ、敵を6体倒すことというのが勝利条件です。で、まあ、実際にこの画面ちょっと見にくいんですけど、左側が自分の駒で、右側の青が相手の駒ということで、実際こういうふうにプレイされます。で、実際これはゲームのなんかプレイを、まあ、動画で撮ったもので、リアルタイムにプレイヤーが操作しているものではないということで、このゲーム最大の特徴は、まあ、操作をするのが全て事前にプログラムされたもので操作するということで、勝手に全部動きます。で、どうやって操作するかっていうのを今からちょっと実際のゲームで説明しようと思います。これですね、実際戦う前に AI、ゲーム AI を構築して作るんですけど、ユニットの中身はこういう6つのプランというもので構成されていて、このプランって一体何なのかっていうと、何をどのような優先度で実行するのか、ファイナルファンタジーとかのガンビットのシステムを知ってる方ならもう分かるんですけど、優先度が上から順番に決まってまして、例えばこれだったら4マス以内に敵がいたら攻撃しますよと、で、敵がいなかったらキングを攻撃しますよというシステムになっています。で、実際これを、このシステムですね、戦ってみるとどうなるのかっていうのをちょっと見てもらうと、いますね、こういうふうに最初は敵、ちょっと見にくいんですけど、敵のキングの端っこにいるキングの方に向かうんですけど、4マス以内に入ったら敵をどんどん攻撃していくと。で、再生速度も変えることができて、こういう風に8倍速までできて、4マス以上離れたらまた敵キングの方に向かって攻撃を始めるとか、っていう風に上から順番に優先度があって行動が決められているというゲームです。で、それだけだったらすごいシンプルなこうゲームになってしまうんですけど、私が結構こだわったのは、このプランを6つ作ることによってプランを変更することができるというシステムを考えました。具体的にはHP が減ったりとか時間がなくなってきたら戦略を変えるというイメージなんですけど、例えばここだと残りの HP が0から25% になった場合にプランを1に変更しましょうっていうふうに構築しておけば、プラン1の方で自分の HP を回復すると。こういうスキルであるんですけど、回避するというコマンドも作ることができるということで、こういうふうにこのプラン内では戦術に関する部分を記述して、プラン変更では戦略に関する、どのプランを選ぶのかという戦略に関する部分を記述することによって、あらゆる戦略を取ることができるというゲームを作りました。で、このマリオネットのマリオネットというゲームなんですけど、マリオネットの特徴、面白さは戦略部分にあるんですけど、もっとその外側のシステムについて説明させていただくと、何よりランダム性がないっていうのが一番の魅力です。あった方が勝ったり負けたりしても面白いんですけど、このゲームはこう試行錯誤を楽しむゲームで、なぜ勝ったのか、なぜ負けたのかっていうのを考えながら次どんなプログラムしようっていうのを楽しむことができる、そういう一人でどんどんやり込める要素として魅力があります。で、それだけじゃなくて、自分の作った AI、データっていうのはですね、自動でサーバーに送られます。で、サーバーに送られたものは全部プレイヤーに共有されるので、その私の作ったデータだけじゃなくてあらゆるプレイヤーのデータとも対戦ができるというシステムがあります。オンライン制として作ってます。で、最後に毎月大会があるというのがいうものなんですけど、これはサーバーにデータがあるので、私が指定時間に勝手にこうデータを吸い上げてですね、トーナメントを組みまして YouTube とかで実況して、誰が誰が優勝ですとかっていうのを毎月やってて、過去にも5回やってます。
で本日はですね、もっと戦略の部分を皆さんに、まあ、見てもらいたいんですけど、まあ、時間がないので説明できないので、まあ、本当もっといろいろ戦略性のことを言いたいんですけど、まあ、今日は前回大会の決勝戦の模様を、まあ、見ていただいて、いかにこのゲームがこう深いゲームなのかっていうのを、まあ、見ていただこうかなと思います。でまあ、最初何やってるかわからないと思うんですけど、これ実は味方を攻撃しています。え、なぜかっていうと、ユニットの能力で攻撃するたびに攻撃力が上がるとか防御力が上がるとかっていうシステムをしてます。だからそれは敵味方限らず攻撃するたびに攻撃力が上がってます。まあ、ここら辺見てもらえば攻撃力が上がるとか。でじゃあなんで敵じゃなくて味方なのかというと、これキングは移動できないんですね、システム上。なんで敵に攻めると数的不利な状況に陥ってしまう。なんならじゃあ味方を攻撃してできるだけ有利な状況で戦おうっていうのが決勝戦で残った AI です。でこれが実際どんどん行われると、終わらない、膠着してる。でも時間で、論理を変えることができるんで、残り100秒になったらお互い攻め合って攻撃力、H から100なんで、すごい辛くです。で残り時間50秒になってどんどん攻めると、でまあ、こういう展開もあるんですけど、じゃあそのこいつが一番強いのかっていう考えになった時、左側は全く同じで右側はまた別の AI なんですけど、見てもらったら分かるように、まあ、おとり撮影ですね。この味方が行ってる間に下から遠距離攻撃をかましていくとっていう技を、まあ、このようなことをこの対戦する前からですね、相手がどういう戦略を取るのかっていうのを考えながら、大会ではもう同時に AI を提出しますので、そういうのを考えながらゲームを対戦していくという面白さがあります。まあ、実際やってもらうと本当に深いゲームだというのが分かってもらえると思います。まあ、これは右側が勝ちます。はい。で、最後ですね、告知です。明日なんですけど、この大会をやります。なんで、ぜひ明日の11時ですね、 AI データを回収しますので参加していただければなと思います。で毎月やってるんで、明日じゃなくて6月でも7月でも参加してもらえればなと思います。で価格は1000円なんですけど、これかなり宣伝になりますけど、今ならですね、大会で大会無線ということで、Android の仕様で6月にセールはできないんで、30日間できないんで、6月に大会出たいという人は今、買ってください。はい、じゃあご清聴ありがとうございました。